土手の顎に近いバンカーショット、これどうやって打つ？いつも通り。いつも通りってどうやって打つの？普通に開いて。じゃあちょっとやってみて。うまく出した。危ない。あ、大丈夫か。もういもういもういもう。じゃあもっとこういう急なやつは。おうまいうまいうまい。これどうやって打ってんの？コツは？じゃあ今度これ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 。今度これ。コツは？何気をつけて打ってんの？結構思いっきり振ってるじゃん。あれなんで思いっきり振ってんの？土手に当たらないように。当たらないようにどうやってんの？強く。だって普通に打ったら土手当たっちゃうでしょ？当たんないようにするにはどうしたらいいんだよ？傾斜を維持する。じゃあ体重右？うん。フェース全部開いてんね。開いてる分思いっきり振ってんの？じゃあもう一回やってください。うまいね、うまいね。簡単？簡単。ボールは上がるもんね、左足上がりだからね。うん。いや、こうやって目玉だったらどうすんの？これこれどうしよう。うまい。これどうやって打ったの？やっぱり一番大事なのは何？これやっぱ思い切って振るってこと？そうだよね。振り抜く。斜面なり？斜面、うん。傾斜に沿って振り抜く、うん。傾斜に沿って振り抜くの？振り抜く。でも砂の抵抗があるからそんな振り切れないでしょ。振り抜こうと思っても。気持ちは振り抜くってこと？なるほど。うまくいったね。はい。得意？苦手です。え？だって全部出たよ今。練習はうまくいくってことじゃ。多分。じゃあ本番も今の練習みたいに思い切ってやれるといいってことだね。はい。はい。